ケンジのトップ10。このコーナーは当チャンネルシーレモンニュース澤田健二チャンネルの月間再生回数ランキングでございます。私が総合司会の不思議マチアキレモンでございます。マチアキでございません、マチアキでございます。本日は令和4年10月の再生回数ランキングとなります。2022年10月1日から10月31日までのサイト集計となります。今月の再生回数ですけども6787回でございました。サイトトータルの総再生回数でございますけども、一般限定総動画含めまして135812回となっております。20万回が見えてまいりました。それでは今月のケンジのトップ10、10位から4位までの発表でございます。第10位、レモジュリーニュース1830、澤田健二ツアー抽選先行予約、2022年11月21日フェスティバルホール、2023年1月11日愛知県芸術劇場、5月21日宮城電力ホール、231回。9位、月間アクセス澤田健二ランキング、ジュリーザベスト10令和4年8月号、242回。8位、月間再生回数澤田健二ランキング、健二のトップ10、令和4年9月号、348回。7位、レモジュリニュース1830、澤田健二ライブ、2022年11月、フェスティバルホール、2023年1月、愛知県芸術劇場、明日10月29日より、ピア一般販売開始、353回。6位、ジュリーは何した細かすぎる澤田健二ネットワードチェック、令和4年10月12日号、403回。5位、ジュリーは何した令和4年10月5日号、410回。4位、ジュリーは何した令和4年10月14日号、444回となっております。以上、ケンジのトップ10、今月の10位から4位までの発表でございました。まずは4位のジュリーは何したでございますが、松本氏に土を喰らう12ヶ月の巨大垂れ幕、そしてアニメうるせえ奴らのダーリンの元ネタはジュリー、ザ・タイガースの太郎さんと一徳さんが加山雄三ラストショーに訪れた、このようなエピソードでございました。そしてソードアウト連発のジュリーのライブツアー先行予約一般販売のランキングがこちらもベスト10の中に入ってきております。それではケンジのトップ10、今月の星3つ、第3位の発表でございます。第3位、レモジュリーニュース1830、澤田健二が切手に映画土を喰らう12ヶ月公開記念切手、全国の郵便局44カ所で10月31日月曜日発売へ、再生回数は446回でございました。ジュリーが切手になるというのは今までなかなかなかったようなレアなグッズになったのではないでしょうか。ネットショップの販売は一瞬で売り切れ、急遽受注販売に切り替えるというファンの皆様の熱量がすごいことになっております。それでは今月のケンジのトップ10、星3つ、第2位の発表でございます。第2位は月間アクセス澤田健二ランキング、ジュリーザベスト10令和4年9月号、再生回数は651回でございました。今回のジュリーザベスト10は、1位はあの佐野元春さんとのゴールデンコンビ、アイムインブルーでございました。非常にいいナンバー、シティポップなグッとくるナンバーでございます。それではケンジのトップ10、星3つ、今月の第1位の発表でございます。第1位はジュリーは何した細かすぎる澤田健二ネットワードチェック、令和4年10月25日号、再生回数は689回でございました。こちらの回では新宿ピカデリーで土を喰らう12ヶ月ジュリーの巨大パネル登場、土を喰らう12ヶ月美味しいコラボ企画、ユーミン作家デビューはザ・タイガースあの方の名曲、そして B 面コレクション青い恋人たちという4本立てでお送りしております。本日のケンジのトップ10の結果は、レモンジュリーステーションというサイトに URL 付きのランキングを発表しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらから行ってみてください。それでは私町明は新春隠し芸の準備で忙しいので、この辺で。私不思議レモンによるジュリー澤田健二さんの
楽曲カバーチャンネル、ちぎりもんカバー沢田研二、こちらの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っております。ぜひ足を運んでください。ちぎりもんでした。